はーい、どうもーつって、やばい、食べたらめちゃくちゃうまかったよ、抹茶、いなくなっちゃったけど抹茶ちゃーみたいな、この抹茶ちゃんね、マジうまかった、やばーと思って、抹茶、ちゃんと抹茶みたいな、京都で食べたらこれ1200円だったからね、これマジで、え、いくらなの、えげつない値段だと思ったら6000円ぐらい取られても、京都で食べた同じような辻りみたいな、辻りさんみたいなぐらい抹茶と思って、マジ抹茶って、お抹茶って抹茶っていう、あのこれお土産で持ってったら多分一番テンション上がるやつ、あれれみたいな、あれれつ抹茶だねつって入ってて、 お土産つ、そこのじゃねえかよみたいな、高くて食えねえんだよみたいな、それぐらいの価格帯なんでしょうね、20バーツ上げるだけでめちゃくちゃ喜ばれますからね、本当に何なんでしょうね、本当なんか上げがいがありますよね、それが本当ありがたいっていうか、なんか上げてよかったってなるじゃないですか、20バーツって80円ぐらいです。だからそれで本当感謝してくれるんで、あ、ちょいちょい溶けてきちゃってきてね、大丈夫ねって、あーって、こんな子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 、だだだだ、あ、うん、なんかすげえ洋製なんでしょ、あれでうまっ、なんか高級なチョコとか多分食べたんであんないし、あったかもしれないけどそこまで思い出深いのもないですけど、多分人生で今まで食べたチョコレートの中で一番うまいです、マジでびっくりしますこれ、多分飯もうまかったけど、なので、サーモンステーキとかは本当好き嫌い分かれると思うんで、何人から食べるのがいいですよね、3、4人ぐらいのサイズなんで、ちょっとね、僕ね、多く頼みすぎましたけど、動画撮ってもしたかったんで、みんな食べたかったし、4人ぐらいいたらいい感じかな、女の子とどこ行こうかなみたいな、まあ、店もなんか見つけてあるんで、意外と歩いたら5、6分だったから、うちから、ちょっとね、歩かなきゃいけない。G ゾーンがあって、G ゾーンが、G ボーイズがいると G ボーイズがそこで手をくれないといけないので、そうなんだよね。まあ、いやレベチだよ、レベチ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 。君はね、ごめんね、君が悪いわけじゃないんだけどみたいな。この子ね、この子、惨敗だよ、惨敗、惨敗です、惨敗。手も出せず圧勝されましたよ。チャンキー、チャンキーじゃないです、チャンキー、もっとチャンキー。なっちゃんきーす、なったー、ちゃんきーすって、ちゃんきちゃんきーすって、そういうワードです。であんま言葉わかんないけど、本当よく暮らしてるよねって言われますけどね、ノリですよね、見ていただければいいと思う。なんかずっとこうなんかフラフラなんかよくわかんないおっちゃんが歩いてるなみたいな、フラ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 って。ベタベタになってましたからね、さっき汗で、大丈夫なのかこいつみたいな、やばいんじゃねえかやーみたいな、皆さんのお祈りでね、このなんか私の笑顔、私の笑顔で新宿と同じ世界線にあると思ったら考えられないでしょ、あらって、あらまあつ、どこなのかよ、そこはね、ゲームの中の世界の話なのかってなるじゃないですか、そういうのが面白いです。あれであれでみたいな。だってセットで変えてるわけじゃないですかね。でも僕歩いてますから、まあまあ歩いてますけど。まあ、食べないと諸行無常ですけど溶けちゃってますからね。こんなね、綺麗ですよね。キラッキラしてるんです。これほら、やばね、やばね。これキラキラしてんのよ。マジで。これ今まで初めて見たもん、こういうの。あれーと思って。あれれーみたいな。宝石みたい。あそこの店に日本でバカ売れすると思うから、お店出しませんかって、渡そうかな、これ。マジうめえ。これ日本人好きよ、めちゃくちゃうまい。やばいよ。チャンキチャンキー。そのチャンキーですよ。チャンキーマジで。なげえ、どうも、何言ってんの、チョコくんは。あ
チョコ硬いや。いやーつって。メーカーつって。はーつって。ははーつって。パパーつって。一緒にやりましょうよ。そういうのね、お姉さん。かわいいジャンキーズ。ついに限界迎えられたかな。お疲れ様。物の変化がえぐいですね。終焉に向けて、もう明日の朝あんま何もしたくないから、もう基本的にはきれいに扱ってるんで、あんまりもう最初とほぼ一緒なんですよ、大体僕でってもかってね。なんですけどね、ほんとだからね、なんか佐々木のみじみさんはなんか去った後はすげえ片付けてないみたいな、どうなってんのみたいな、何が落ち込んでるんでしょうね。ほんと困りますよね、わかりますよね。ほんとどうしたんだろう、あれあれ、それじゃマツコさんっているかもしれないですね、マツコデラックスさん、あれみたいな、サイズが違うって本当にいるんだみたいな。ドラえもんつ、ドラえもん、ドラえもんつ、最近ね、ドラえもんが本当に動いてくださって、みんなにありがとうございます、ありがとうございますって、あーつって、ね、本当にここの図式がもうなんかね、もう映画なんだよ、ヒューマンショーみたいな感じなんですよ。一人でしゃべらせてくださるんですよ、こちらの幕の人たちが、皆さんはーいつって窓に僕が映ってるだけなんですよ、こっち。あ、見えてますね、それそれ、みたいな感じなのかな。僕のこと知ってる人であれば知ってる人ほど、あ、ついにやばい靴いってらしたんだねってなるけど、あの全然パーセンでやったりです。あ、すいません。これがね、まあそういう、そう、これでね、最初やったのが、写真撮ったら、こうやってパシッてやったら、あのこういう、あるじゃないですか、ボング用ライター。あれやって、あっち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 、病院行って、マジバカです。このバカ者みたいな、ここっつって、お前まで出ましょうなっつって、腐るなって、ちょっとね、そんな時期もありましたけど、今はね、もうほんとパタやってね、パタやパタやーっつって、お前何回パタやっていいんじゃんっつって、すごくない、すごくない、サイさんですか、サイさんですかみたいな感じじゃないですか、クラブで言えば、お前 DJ なのかみたいな、へへいっつって、なんかね、最初と全然変わるもんですね、人間って。どれがいいのかをすごい探求しながら話してるから。よくわかんないですね、自分でも自分でわかんなくなるんで、頭おかしいのかなみたいな、あれれあれれーつって、でもね、仮想分実が 2.5 次元みたいな感じじゃないですか、面白いなみたいな、いやー病気もあったな今日、マジ結構疲れた、マジでも疲れみたいな、はぁ、明日11時だよ、9時半起きみたいな、おぉー、なんかね、ほんとなんかすげえ絵が昨日と違って、なんかエネルギッシュな感じマジでびっくりした、はあ、昨日の動画もあるんで、ずーっとなんか変化を楽しんでるんで、あ、ほんと精神と時の部屋みたいな感じですよ、ここ僕のなんかのマジで、と思って、いきなりそんなモードにぶち込むの、マジでマジで、また行きたいんで早めに帰ってこようみたいな、でもね、ポンちゃんやるし、ポンちゃんポンちゃんパン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 つってやってたじゃないですか、面白いじゃない、よし、リアルだからね、あの劇場版にしてるけど、うわーってなんか面白いんですよ、入れるシンデレラみたいな、シンデレラみたいな、あれーみたいな、誰か王子様来ないかしらみたいな感じのやつですよ、僕はちょっと王子様というか、なんかね、素晴らしい方いらっしゃらないかなってなんかずっと研究してるわけです、ラボで孤独に返して、来ないかな、来ないかなって言ってさ、あーって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 、あるわけですよ。たまにはいいことありますよね、人生が。そういうのが人生だったんですよ、ちょいちょいですよ。日本だったらなかなかそんなアニメーションにならないじゃないですか。あれで、あれで、つって。いや、あれでって、お前があれでだって。誰でやる、誰で、大丈夫なのに、みたいな。あれで、みたいな。おかしいな、みたいになるじゃないですか。そうじゃなくて。そう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 。面白いでしょ、そういうの。マジで。あれで、あれで、つって。あれっつって結構ね、動画とか見てると面白いんだよね、この感じが、へーって回ってる、いい感じみたいな、へーってライブではないけどね、だからなんて言うんだろう、これはこれでみたいな、いろいろ話してる、だから
チルってうちに来て、イエーイっつって、イエーイっつって、あーマーチマーチマーチっつって、うわっしゃーっつって、ちょっと寝てくるねっつって、お疲れっつってみんなただいまおはようっつってみんなに話しかけて、でね、あの RHLM みたいなあるじゃないですか、多分ね、そんな感じなんじゃないかな、ね、皆さんそうっつって精神状態であれれあれっつってで、ジェロだったらマジで、え、何が出てるんですか、脳みそからバーッて、ね、やっぱバースって言ったら、バース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 って、ちょっと借りないとね、何も話せない子なんだ、本当に申し訳ないです。で、ね、ちょっとパースパースというふうにちょっと来ていただけるとね、僕もね、うん、はぁ、みたいな、人が増えた、はぁ、みたいな、パンパン、パンパン、男はしないですけどね。よかったなぁ、ポンちゃん、後から返そう、みたいな。すげえ可愛かった。マジで。あれみたいな、インスタグラムがいきなりリアルになったみたいな。あれでーつって。めちゃくちゃ可愛いと思って。はぁ、また来ますよ。ちょっとね、今回ね、まあ、よき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 って。ちょっと足元に、はい、気をつけて。あぁ、でも本当なんかリアルにゲームやってるように見えますね。こんな感じで。はい、つって、またリクショって、ラッシュって。まあ、ちょっとね、もう今回スーツケース買ってますので、あの子に関しては、もうあの、東京行って、福岡行った時には、もうちょっとおバイバイなんですけども、あの、いや、福岡でしゃべんな、微妙な、わかんない、そんな空気じゃないですよ、ほんと、バーケーション来た時ぐらいですね、ずっとこんな感じで遊んで、あれれあれれって、して、ちょっとね、頭がおかしい人ですからね、あの、それ、あの、英語とかで、ファッキー、ファッキー、ファッキーって言っているものですからね、僕、それ。怪しいやつでしょ、ダメでしょ、だからマジでなんでこんな演技みたいなことをやるんですか、よくわかんないですよね、僕もわかんないですよね、なんでやってんだみたいな、なぜかこうちょっとね、あの中毒性があるんですよ、6月のこれどんだけお前撮りたいのみたいな、どこまで撮っとんねんみたいな、マジでかっつっていやもうあのまあまああるやろっていうはははみたいになってんの、マジで同じ世界線なんですよ、日本と、あれれってなるじゃないですか、あれれあれれっつって普通に、ね、同じ時間軸で回ってあれみたいな、僕は最近ほんとびっくりしたの、日本帰ってどうなんちゃうんだって、あれれあれれっつってフフ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 はぁ、あ、疲れた、寝ますでもう開いてもいいかな、寝ますじゃあね、おやすみ、はぁ、あ